と思ってます。と思ってます。はい、まだ正式に決まらないんで。あ、正式なね、もう販売オープンしてからですね。はい、もチョコとかのソフトクリームヌチマースのチョコソフトクリームでも全然美味しそう。チョコ？うん、チョコ。だってチョコにかけたりするもんヌチマース。あ、ヌチマースかけて食べてんの？うん、美味しい。全然美味しい。へー。普通に層のアイスクリームとかにかけたり。ヌチマース入れることで味が僕たちの味覚にマッチするような味になってるっていう意味です。うん。なんか確かに他のブラウニーとかあるじゃないですか。ブラウニー、ケーキ、あれとかにかけても美味しい。うん、やってみてみんな。いろんなね、まあ、うちももうご飯炊くときは必ずヌチマース入れるし、うんうん、そうそうそう、自分もやってるもん今、うん、もう常に持ち歩いてるし、うん、スイカ食べるときも必ずヌチマース振ってね、はい、あれ本当にね甘くなる。 なんであんなに美味しくなるんですか ね。だからもうスイカがそういう進化をしてるわけ。いや、スイカがもう本当に劇的に変わるわけ、うんうん、変わる。ヌチマースかけて食べるだけで、うんうんうん、違うよね、確かに。あれスイカだけじゃなくて、うん、じゃあいろんなのにも本当応用できるでしょ。そう何が合うかな、また他に果物とか。バナナは合わんよね。バナナは合わんかった。いや、分かんないけど、合うかもしれないよ。